ありがとう。スペシャルタイムも残り1曲です。8ヶ月ぐらいぶりで、当時はなんつだろう、こういう風に、まあ完全には戻ってないけど、またライブができるのってこういつだろういつだろうと、で何度も何度も自粛期間延期とか、ライブハウスでクラスターとかあって、今年中には無理かもしれないって俺は正直思ってたんだけども、またこうして本当ね、お客さんがいる状態でライブができて、とても幸せです。またぜひとも、ライブハウスでお会いしましょう。ありがとうございました。グッドオンザリルでした。